うん、戦場の方が2021年7月から、発売1周年が経ちました。経ちました。はい、発売1周年でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。本日はスペシャル配信を福岡本社からお送りしたいと思います。うんうん、はい、ここ福岡本社なんですよね。そうです。はい、でこのね、あの戦場の風がタラニスのフィギュア、はい、そう、これうちのデザイナーの三好が作ったやつもね、はい、これあのサイズちょっとね頑張って大きく作っちゃったからいやそうなんですよ、これ持ち運べないんですよ。そうなんですよ、新幹線で移動する分には全然いいんですけど、あの手持ちは全然、そう、飛行機に乗ってこれ東京運ぼうと思ったら引っかかるんですよ。あの手荷物検査の箱の中に入れようとするとあれ引っかかってダメなんですよ。でじゃあこれあの梱包して送っていいですかって、今絶対壊れるに決まってんじゃん。そうなんですよ、だからね手荷物で持っていけないから、もうどうにもならん、もう福岡固定なんですよこれ。だからもし ね、あの福岡本社に来る機会がある方はあのちゃんとお見せしますので、あの現物ね、はい、またねいつか見に来てもらえるといいなと思うんですけども、はい、あかんか進行しましょう、はい、はい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 、そんな感じで、はい、1時間ですねお送りしていきますので、うん、ぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、でコメントも見てますので、うん、ぜひ皆さんあのコメントどしどしお願いします。はいはい、外国語オーナー、そうなんですよ、ちょっと読めない。いやいや、まあ、英語はなんとなくわかるじゃん英語はわかるけどなんかこうね、日本語以外もすごい多いなって、ね、いやごめんなさい、我々日本語しか喋ってませんからね。そうですね、そう、あのこれからも何言ってるか全然わかんねえって多分思われるとは思いますけども、ね、はい、ちょっとね時間も結構逆転してると思いますけど、はい、あの見に来ていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは早速スタートしていきたいと思います。はいはい、ではまずスライドを出せますかね、うん、あ違った、私がやるんですね、はい、こうかな、あ間違えた、あこうだな、あそうですね、はい、はいはい、大丈夫ですかね、はい、はい、じゃあ進行していきます。はい、では改めてですけども、はい、ご紹介からしていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず私田島から、はい、サイバーコネクト2で宣伝課チーフしてますタッシーと言います。ですね、戦場の風雅の宣伝活動を主に担当してます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タッシーで今日あれですよね、 MC なんですよね。 MC です。はい、だからタッシー仕切りなんですよね。いやもう私がもう全てを司ってます。はい、司ってくださいねもちろん冒頭から出遅れてますけどもこの番組ね、はい、はい、で予定してた TikTok ライブも結局配信できずおかしいな。はい、まあ、けどね、今日あれですよね、 YouTube と Twitter ライブと、はい、この両銀で今回ってる感じなんですよね。はい。そしてこの写真、これあれですよね。先週あのフランス行った時に私が撮った写真ですよね。そうなんですよ、ね。ちょっとパリに降り立ったタッシーで行ってみました。これどんな気持ちでこの写真？いやシャッター押したの俺やけど全く気持ちが分かんなくて。いやーとりあえずやっぱ斜めからがいいかなって思って、あの正面よりですね。はい。あのこれフランスのパリのオペラっていうあの地域あるんですけどね。そこで現地のあの翻訳者の方々とねコミュニケーションを取りながらちょっとご飯食べ行こっかっつってね、それであの現地の日本のラーメン屋さんがあるんです。あ、そうそうそう、そこ行って待ってる間にじゃあちょっとせっかくやから写真撮ろうかっつったらススーっと行ってあのポーズカシッて撮って気持ちわからんなーって思いながらあのシャッターを押した写真です。早速使ってますね。いやもうこれ、ね、ほらおしゃれってコメントに書いてる。いや本当に皆さんお気遣いいただきありがとうございます。なんかちょっとパリ感出そうとしてる感じ。ね、うん、ちょっとね、結構パリ着てます感をだってまあまあいいんじゃないですか。はい、はい、ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では次松山社長お願いします。はい、サイバーコネクト2代表松山博史でございます。まあ私はですね、あのまあ会社の代表であり責任者であり、まあ現場の総指揮という、肩書きがやっぱ多いんですけども、全部プロジェクト見てますんで戦場の風雅も同じく、制作総指揮と、いうことで最終的なね、あの物事の決定は全部私が、やらせていただいてはいるんですけども、戦場の風雅あれやな、ちょっと細かく見すぎだな。パラメーター1個まで全部言うたもんな。まあ、そうか。ちょっとこの後ね、紹介しますけども、村上さん、ちょっと今日複雑なんですよね。この後紹介しますけども。はい、まあ、ということで、改めまして、制作総指揮松山でございます。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして、お願いします。はい、戦場の風雅の制作プロデューサーの村上です。よろしくお願いします。あの、はい、今日が YouTube 初なのでとても緊張してます。いやいやいや、まあまあそうですけど、まあ大丈夫ですよ。ワイプめっちゃちっちゃくなってますから。あ、本当ですか。しかもあの3人まとめてね、ワンカメでやってますから今日。はい。今はね、あの大きく写真写ってますけども、村上さんって、はい、今の
ポジション的には何になるのかをちょっとこう、うんうん、ちゃんと視聴者に説明した方がいいんじゃないですか。今のポジション的に、いやいや、あなたの役割なんで、制作プロデューサーというと、制作プロデューサーって何する人なんですか。分かんないですよそれ、子供たちは、うん、制作プロデューサーはですね、はい、その予算に従って、うん、あのその予算内で140点、150点のゲームに仕上げるためにこうどうすればいいかっていうのをちゃんと計画立てたり、そう人員アサインとかをちゃんとして仕上げていく最高責任者みたいなところ。すごい、まさに鋼の錬金術師じゃないですか。いや、決められた予算とスケジュールって言うてんのに 140% って、いや、そんな出力出せるもんなんですか。確かに、10日交換じゃないですね。ねえ、もう何人かはソウルキャンドル。いやいや、えぐいな。えぐいな。早い。はい。まあ、けど、ちょっと村上さんの説明しておくと、はい、入社しても何年ですか。入社はして6年目ですかね。6年目ですか。6年目で、プロジェクトのプロデューサーになれるんですね。大変ですよ。いや、まあ大変ですよね。はい。ちょっとね、いまいち、こう、ゲーム開発会社の中のプロデューサーのポジションって、うん、なかなかピンとこないかもしれないですけども、うちって、まあ当たりますけど、ゲーム作ってる会社なんで、もともと村上さんもだって入社した時っていうのはゲームプログラマーですよね。ゲームプログラマーですね。そうです。ですよね、はい。だから普通にゲーム作ってる。戦場のフーガの今2で制作プロデューサーやってますけども、うん、その前って何やってたんですか。その前は日の神ケプタンで。鬼滅の刃ですよね、完全にね。鬼滅の刃で担当したとこどこですか。UI のそのプログラマーのチームリーダーを、うん、なるほど。村上さんね、さっきからずっと映像監督の方が声が小さい、声が小さいって書かれてますんで、ちょっと気持ち、はいはい、張り気味に行きましょうか。張ります。はい。じゃあ村上さんずっとゲームプログラマーとして言うと入社して5年、6年、うん、お仕事して作ってきた側なのに、急になんかプロジェクトの予算管理とか、ゲームの、まあ、開発スタッフの面倒を見ながら最終的にものを仕上げていくっていうポジションに大抜擢されたわけじゃないですか。はい。どうですか。ちなみにこれ戦場のフーガの番組ですけど、村上さんあれですよね。冒頭からなんですけど、戦場のフーガ1作ってないですよね。いや、そうですね。作ってはないですね。作ってないですよね。はい、だってその頃鬼滅の刃作ってましたもんね。やってましたね。はい。ですよね。ぶっちゃけ去年の夏に戦場のフーガ完成して発売して、その後にフーガチームになったんですよね。なりました。ですよね。だからまあこの後ちょっと軽く話もしますけども、戦場のフーガ1のダウンロードコンテンツとかアップデートとか、うん、そういうのやりながら実は2作ってたじゃないですか。作ってましたね。その2の制作から、プロデューサーとしての急に責任者に大抜擢っていう、結構そんな役回りですよね。言うてもだけど、そんなんですかね。あ、いやいや、そんなことないですよ。いや、はい、もうとても刺激的な毎日を。やばいですよね。ですよね。本当、もうけどあれから1年ですよね。もう1年、もうなんかもう、うん、いろんなトラブルが今走馬灯のように。はい、はい、通関節炎まで。流れって言ってますけど。はい。まあけどね、本当にそういう現場上がりの、一開発者もね、制作プロデューサーに抜擢されるような会社、うん、サイバーコネクト2、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はこんな3人で、はい、お送りしていくわけですけども、もう完全にね、これカメラの方にちょっと一回切り替えてほしいんですけども、まあいろいろね、なんかこうフィギュアとか、なんかこうグッズとかね、いろいろ置いてるおかげで、うちらなんかこう、白白黒みたいななんかシャツ見えてますけども、これちょっと気持ち立ちます？よっ。これちゃんと全員ね、サイバーコネクト 2T シャツでコーディネートして、はい、出てんのに座ると何も見えないっていうね。ただの T シャツです、ね。はい、ただの T シャツ着てる3人組でございます。そんな3人でお送りしていきましょう。では、タッシーお願いします。はい、はい、ちょっと、だいぶ時間経ちましたね。はい。はい、じゃあ、サクサクいきましょう。はい、はい。はい、改めてですけども、戦場の風化について改めて紹介していきます。うん、はい。はい、先ほども言いましたけども、絶賛発売中で、うん、ダウンロード専用ソフトで、全プラットフォームで配信中でございます。そうですね。はい。で、まあ、何回も見てる方もいるかもしれないんですけど、はい、改めてですね、PV と賞賛トレーラーもご覧いただきたいと思いますので、はい、わかりました。はい、まあ、けどね、たくさん見てらっしゃる方もいらっしゃる、うん、もう流しながらでいきましょう。はい。まあ、我々的にはね、まあ、この1年間は、まあ、正直言うと村上さん、いろいろあったじゃないですか、発売後。なんか、発売から結構つまずいたじゃないですか。はい。まあ、もう言わないですよ。終わったことなんで、言わないですけども、値段が違うとかね、一回ちょっとリリース止めたりとかね、
まあいろいろありましたし、今日なんやもう言いたくなったけどさ、あうちの社内でもほらチームズで共有したけど、よそんちのゲームでも同じことやってるやん。やってましたね。のはどっかのプラットフォームでね、また同じように値段違ってて、うーってもう胃が痛いって、まあ、よそんちの話しながらね、全然笑えんわっていう、まあいろんなことありましたけども、どうでしたこの1年見てて。いや本当に、うん、なんでしょうね、毎回新しいトラブル出てくるんですよ。いやいや、ゲーム完成して発売してるわけですから。あ、2の話ですね。いや、1の話。1は完成して発売したじゃないですか。そんなトラブルもうなかったでしょ。いやいや、アップデートのたびに何かしら違うトラブルが起きて、うん、あの社長の PS5 でしか起きないバグとか起きて、いや起きたね。しかも市販品触ってんのにね。そうですね、会社のクレジットで決済できなかったりとか、なんかね、そう、まあ、うちね、まあ、あんまり言ってないですけど、結局会社作っても26年目じゃないですか。26年目なんですけども、今までずっとデベロッパーとしてね、バンダイナムコさんやニプレックスさんや、まあ、いろんな会社さんとお仕事させていただいて、ゲーム完成して納品したらあと売っていただくっていうね。ねえ、まあもう偉そうにね、お前らプロモーションがなってないとかね、もっとああいうことしろこういうことしろとか、もういろいろ言うてきたけど、もうね、自分たちやってみて思い知ったけどさ、俺一番最初に戦場ブーが発売して、あのトラブル続きの後すぐバンダイナムコさん連絡して、もう今までの比例を詫びたからね、俺もうね、こんなに大変だったんだと、物売んのっていうのをね、反省したね。ほんと大変だったね。でもちょっとずつ、うん、あの一回起きたトラブルは対策ねって言ってるんで、もう少しずつこうムキムキになっていってます。いや、まあでしょうね。同じ心配、あの失敗何度もやってたらそう、アホやからね。まあセイントの精神でね、一回失敗したことはもう二度と通用しないっていうね。はい、はい、そんな感じでどんどん日々あの頑丈になって成長してる。フーガチームですよね。そうですね。はい。まあ、けどさ、まあ、この後、賞賛トレーラーも流れますけども、リリース後、まあ、いろいろね、あの、言ってないよ。表向きには。だから、お客さんも多分、そんなに失敗したのっていうことはよくわかんないと思うんですよ。あの、水面下の話なんで。なんですけども、発売後やっぱちょっと救われたのはさ、現場含めて、めちゃめちゃ評判いいじゃん。そうですね。これ嬉しかったよね。すごい、今、流れてる。ね、今まさに出てるけど、世界中のお客様からね、めちゃめちゃやっぱこうおもろいと言ってもらえて、それでやっぱこうなんかこう今までのねトラブルや苦労もさ全部吹き飛んで、しかもこう発売後もね、この1年7月、去年7月ですから、7月からこの7月までの1年間ぶっちゃけずっと売れてるじゃないですか。あ、そうですね、おかげさまで。ありがたいですね。いや本当ありがたいよね。で、まあもうね、今日あのこの後も話していきますけども、まあ1周年記念してね、2続編ですけども、まあ、その最新情報も踏まえて今日お届けしていきますけども、はい、こういうことができるようになったのもね、あのこの1年間かけてね、たくさんのお客様に支えられてのことですからね、本当にあのありがたいです。世界中の皆様ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、しかし、私あの今日そんな戦場の風がですけども、はい、今日どんな感じでお届けしていく感じなんですか。どんな感じ。いや、どんな感じっていうか、この後のスライドどうなってるかって聞いてんねん。ああ、ちょっと。ふむふむじゃなくて、はいはいはい、進めてくださいよ。終わってましたね、PV ね。はい、ということで、はい、絶賛発売中でございます。はい、もちろんです。はい、戦場の風が通常版あります。そして、デラックスエディションもあります。はい。はい、ミニサントラとか、アートブックとか、水着コスチュームが入ったセットになります。はい。はい、こちらの方がおすすめです。はい。はい、そして、ダウンロードコンテンツで、僕らがダウンロードコンテンツですね。ゲーム発売後にコスチュームパック、はい、はい、間ちょっとずつ開けながらね、あの合計3回、はい、やらさせていただきましたが、でこれもまたね、おかげさまで、そうですね、ちゃんと売れてるんだよね。いや本当ありがたい話でございます。ありがてー。そして、はいはい、これがすごいずらずらっと文字が、ああこれさっきね村上さんがあのー、いや、この1年すげえ苦労しましたって言ってた。そうですね。もうこれ完全に足跡ですよね。足跡ですね。はい。で、これ、あれでしょ、あの、ゲームはもちろんですけども、あの、発売した時点で完成してますからね。うん。そうですね。完成してます。ちゃんと面白いゲームになってるんですけども、まあ、やっぱり、こう、世界中のお客様からいろんな、あの、ご要望いただいて、それらを全部うちらほら、エクセルにまとめてるじゃないですか。まとめてますね。はい。で、毎日いろんな言語で上がるお客様からの、まあ、お褒めの言葉もあればね、まあ言うと、お叱りを受ける。いや、俺はそうは思わんし、俺はちょっと、
ここは嫌やとかっていう意見も正直あるじゃないですか、うん、それ全部まとめてますよね、うん、でそれを日々っていうか未だに毎日やってるよね。毎日やってますね。次はスミーティング、うん、やってますで、やってその中からどれ対応しますって言って、うん、これをぶっちゃけ2の開発と並行してやってるじゃないですか。やってますね。ここもなんかね、俺フーガチームそういうとこちょっと好きやな。あれいやいや、だってこれ並行してやっぱやらせてくださいよっつってまだパッチ更新すんのみたいなのをさずっとやってるじゃん。やってますね。なんならこの間もアップしたやん。ああ知ってた。パッチ 1.42、うん、ね、うん、最新、まあまあ数字なんかね多分覚えてる人はあんまいないかもしれないですけども、やっぱこうね、あのルート進行の進行速度がちょっとね、うん、戦車ゆっくりしてるんじゃないの、もっと速くできないのとかっていうところも含めてターボモード入れたりとかね、まあいろんなことを全部対応させてもらいましたよね。はい。いやー、これ、まあ、こっから先ね、もうさすがにちょっともう、ええかなって思いますけど。まだやんの？あ、まあ、けどわからんか。これからお客様からそういう意見が上がったらね、またその2検討するってことやもんね。そうですね、はい、まあ、2を作りながらもっとよくできるところとかやっぱりいっぱい見つかってくるんで、うん、まあ、それを1に取り込めるかどうかもちゃんと検討したいなと思ってます。はい、わかりました。結局変わらずね、そうやってお客様の声に耳を傾けていくということですよね。そうですね。はい、わかりました。はい、そして、はい、あとはですね、はい、7月から体験版配信開始しました。はい、ありがとうございます。あの、これも結局、あの、1のパッチとか DLC とか、2の制作やりながら結局作ったんやね、これもね。そうですね。うん、いやーね、しかも1章から3章までって、これ、あの、このゲームはあの、戦場部活で、まあ、1も2もそうなんですけども、全12章じゃないですか、ぶっちゃけ。その全12章のうち、3章まで無料で遊べるっていうね。普通あんまり RPG って体験まで出しませんからね。しかもこれ、どこでもセーブできるでしょ？できます。で、それちゃんと製品版買ったら、きっちり引き継げるでしょ？引き継げますね。そこはね。で、まあ、ちょっとこれ言うときますよ。一応触れときますよ。あの、ほら、トロフィー問題あるじゃないですか。トロフィーぶっちゃけ、はい、あの体験版遊んで体験版でそのまま1章まで3章までやったけど、製品版途中で買ったらトロフィー解放されるの4章以降じゃないですか、はい、あれ1章3章どうなったみたいなね、はい、これね、いやいや分かってたのよ、分かってたんです、分かってたんですけども、これあのプラットフォームの規約があるんですよ。その規約で体験版でトロフィーとかやっちゃダメなんですよ。なのでですね、このゲーム、あの戦場風化って1周目終わった後2周目遊ぶこともできるんですね。なんでその周回プレイ前提になってるんで、そこでちゃんと 1,2,3 章開放までいきますんで、できます、まあ、よかったらちょっとそっち側でね、あのトロフィーにどうしてもこだわられる方はそういうちょっと遊び方をしていただけると、いいのかなと。あの1章3章トロフィー開放できんからっつって、また最初からあの製品版購入して遊び直すなんてことやるよりはそのまま遊んだ方がいいですよね、これ多分ね。いや、ここはもうお任せ。あ、それ決めるのはね、お客様でいいかなと確かに思います。はい、はい、ということで、ぜひ皆さんプレイしてみてください。はい。はい。で、ここからが、戦場の風化についての紹介は終わりです。おで、はい、次はトークをしたいと思います。でもずっとトークしてますけどね。はい。トーク、はい、そう、トークです。いきますよ。はい、じゃじゃん。発売1周年記念ぶっちゃけトーク。ウィーン。まあ、大体ぶっちゃけたトークになるとは思いますけども、はい。これ、どういうコーナーなんですか？こう1周年、まあ、1年間いろいろさっき言ったようにあったので、はい、この機会にですね、いろんな1番をぶっちゃけしたいと思う。1番？はい、はい、というので何個かお題用意してます。ああ、はいはいはい、はい、で、視聴者の皆さんも何か聞きたいことあったらぜひこの時間にコメントお願いします。え、そのコメント拾うの？拾えたら拾いたい。あ、拾うのね。あ、なるほど。はい、わかりました。はい、じゃあとりあえずですね、はい、1つ目いきます。はい、はい、ダウン。戦場の風化はどこの国で一番売れているんですか？あー、これね、あ、これ完全にこの間俺があのツイッターでちょっとアンケートを取ってみて、どこの国で売れてると思いますみたいなのを聞いたじゃん。そうです。それから取ってるな、これな。はい、そんなことはないです。いや、まあええけど。はい、こちらです。え、もうお前だから取ってるやん。取ってるやん、うん、はい、これあの私が、え、いつかの先週か先々週ぐらいよ。そうですね。あの戦場の風化結局発売1年経ってどこの地域で売れてると思いますかって、これ4択わかります、うんうん、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアって、これゲーム産業における大体あの4大エリアって言われているこれマーケットなんですよね。だから我々よくあの戦略的にどこのエリアを中心にやっていきますかみたいなことはやっぱプロモーションとかも話するじゃないですか。その4択でちょっと聞いてみたんですよ。その結果やとやっぱアメリカ、
ヨーロッパで日本アジアが、まあ、これも ほぼ同じぐらいっていう印象ですかね。だけどこれくしくもなんですけど、実際に今の世界のゲームのマーケットってぶっちゃけこうなってるじゃないですか。そうですね。日本って大体世界のゲーム産業のですね、ゲームのこれスマホとか家庭用ゲームとか全部オンラインゲームとか合わせて大体世界のゲーム産業って、売上市場規模って1年間で20兆円って言われてるんですよ。で日本ってちょうど実は、2兆円ぐらいなんですね、国内。なんで世界で言うと大体10分の1なんですよ。なんで大体この比率なんですよね。なので世の中のお客様の印象って本当にやっぱ合ってるんだなっていう、で数字が実際そうなんで、はい、けど戦場の風化がこうとは限らないですよね。そうです。はい、じゃあ実際あるんでしょ。はい、出しましょう。はい、ダム1位アメリカ、2位日本、3位中国って。そうです。これちょっと意外だよね。意外ですね。ね、ヨーロッパじゃないっていうね、そもそもね。そうですね、うん、でやっぱね、もう俺の体感なんだけども、この10年ちゃ言わんけど、やっぱ5年ぐらいでアメリカで、やっぱりアメリカ圏の方々って、いわゆる獣の、まあこういった世界観のね、ファンがすごい増えたって俺感じてて、だから、結構やっぱ英語でお問い合わせいただくこともすごく多くて、なんで、これね、なんかこう、英語圏でそういった人たちのお客さんがやっぱ増えたっていうのは、やっぱ、あ、こうやってそのまま数字に出てんだなっていうのと、で、あとやっぱ我々がね、ずっとサイバーコネクト2作ってから、テイルコンチェルト、ソラトローバー、そして、戦場のフーガーみたいな形でこう、段階持ってやってきて、まあ、日本でそういったお客さんが育ってるっていうのはもちろん狙ってやってきてることやから、まあ大体想像通りなんだけど、その次ぐらいにはヨーロッパかなぐらいの正直感じやってな。そうですね。中国意外だよね。意外ですね。中国って変えるん。ああ増えたねそれ。もうちょっと調べたらわかるんではっきり言いますけど、はっきり言いますよ。中国語版の戦場の風がまだ正式発売してません。ほら、ほら、こういう空気になるやん。あなたが触れるからやけど、ですね、これ結局今の、中国のお客様に限らずですよ。どこのお客様でも、まあ、VPN とかって言い出したらキリないですけど、自国で売ってなくても、他の国経由で、まあ言うとダウンロードで購入しようと思えば購入できるじゃないですか。だから、まあ正直それも想定した上で、我々反対字、反対字っていうね、中国の言語もあらかじめ入れてたじゃないですか。そしたらもうこれ狙い通りですよね。狙い通りですね。ね、狙い通りで結果的に中国やっぱすごい数字伸びて、まあ逆に言うとちょっと、あ、まあ正式発売これからするんですよ。で中国って今法律がね、いろいろ難しくって、ね、我々が直接販売できないんですよね。そうですね。で現地の中国のゲームメーカーにディストリビューションをお願いして、そこからダウンロード販売をしてもらわなきゃいけないっていう、まあ正直事情もあるんで、まあこれ業界の事情なんで、まあ一般の人たちからするとね、まあよくわからんで別にいいと思うんですけども、ただ言えることは、まあ中国ありがとう、うん、ヨーロッパはもうちょっと頑張ろう、うん、そうやな。まあこの間フランス行ってね、そうです、ね、アピールも直接してきましたけど、まだまだこれ逆に言うと伸びしろあるな。うん、そうですね。まだまだこれからです。まだまだこれからやな。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、まあ、けどね、アメリカ、日本、中国っていう、結構これ意外だったんじゃないかなと思いますよね。うん、はい、ね、じゃあ、そして次は？はい。戦場の風化はどのプラットフォームが一番売れているんですか？お客たちバカなの？イエーイ。これ、プラットフォーム。多分これ言うと怒られるやつやでね。社長がですよね。いや、おい、バカ。バカだよ、もう。大丈夫ですか？え、これ何言っても角立つやつやん。このスライドしか用意してないんで、大丈夫です。ああ、ぶねえ。答えはもう図にしたら、これ絶対怒られるからね。だから、いや、だからダメだって。どこのプラットフォームがどうとかっていう話は。だって、全プラットフォームで出してるじゃん。もちろん、もちろん。全プラットフォームで出してます。はい。じゃあ、やっぱり一番とか。なんかあるんですか？村上さん、イメージの話しましょう。はい、イメージで言うと、こう、どの辺のプラットフォームが結構やっぱ、どれもそんな変わりないですよ。どれも売れてますけど、どちらかといえば、どの辺のプラットフォームが一番こう、よく出てる感じなんですかね。そうですね、あくまでイメージで。イメージです、話しますけども、スチームかなぁ。あ、やっぱスチーム。スチームかなぁ。けど、ぶっちゃけ、スチームだけじゃないじゃないですか。そうですね。ほぼ2トップって言っても、もうあんま僅差みたいな感じあるじゃないですか。はい。もう一個どこですかね。もう一個は、
スイッチかな。スイッチやね、はい、はい、もう1位と2位みたいな言い方してますけど、1位2位の話じゃないですからね。あの結構やっぱスチームとスイッチってやっぱここ最近ダウンロードが、もともとスチームって最初からダウンロードじゃないですか、うんうん、だからねダウンロード販売が強い、やっぱダウンロード専売タイトルなのかなと、うん、いうところで、やっぱ、なんか、結果もそれに、やっぱ、綺麗に出ちゃってるよね。出てますね。まあ、けど、かといって、他のプラットフォームが売れてないってことじゃ、決してないので、まあ、どのプラットフォームもしっかり売れてますよね。はい。はい。ありがとうございます。はい。ということで、もうちょっと、早次のスライド行く。仕方がないな。バカじゃないの。はい、じゃあ次。はい。ソウルキャノンに一番選ばれたキャラクターは何ですか？はい。子供たちです。はい。コメントでも、なんか、ありましたよ。こう、戦車。ソウルキャノンにされたの一番ボロンかなとか書いてありましたよ。なるほどね。これってあれなんですよね。まあ実は正確なデータももちろんあるんですけども、まあ結局そのまあゲーム遊んだ人は分かると思いますけど、ソウルキャノンって結局いつどのタイミングでどのキャラクター入れるかはお客様次第じゃないですか。だけど誰もが避けて通れないのって、まあぶっちゃけ第1章のね、まあシーンじゃないですか。強制ですね、あそこで結局印象の話じゃ、あ、避けて通れないから誰もが通るんで、あそこで一番選ばれたのは誰、うん、っていうことであれば、うん、やっぱ仲間って最初の村の6人しかいないんで、うん、あの6人の中で誰が一番選ばれたんでしょうか、うん、ということだよね。そうですね。はい、でそれちょっと見せてください。結構コメントも出てるんでしょ。結果ははい、じゃあ出しちゃいますね。はい、ダダン。1位ボロン、2位ソックス、3位マルト。これは日本の場合です。あ、ってことは他の国の場合っていう表もあるわけね。日本の中ではこちらになりました。はい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 。けどこれね、うちの社内で若い新入社員とかね、にアンケートというか、アンケートじゃないな、モニターね、テストプレイの時にモニター取ったじゃん。あの時にも集計したんだけども、もうまさにこの通りになったじゃん。で、これ、割と日本全国、もう如実にこうなってんじゃん。でこれね、結構そのユーザーアンケートみたいな形でいろいろ聞いたのよ、うん、で聞いたらね、やっぱね、日本人の感覚で言うとやっぱね、ボロンを選ぶ心境って一番飯食いそうやん。食い口を減らすっていうかね、コスパが高いですね。そうそういう印象で結局やっぱボロンいるらしいのよ。だから日本人の感覚ってね、やっぱね、こうデブとメガネがなんかね、こう犠牲になりやすいっていうか、まあこれ他の物語もそうよ。大体やっぱそうなるっていうね。でマルト不思議なのがね、なんだろうな、主人公に見えるというかね、主人公感というか、だからやっぱ責任取るんだったら主人公なんじゃないのみたいな、なんかこう日本人的な考え方だよねこれね。そうです、長男だからっていう感じの。けどやっぱね、ぶっちゃけほらボロンってめちゃめちゃ強いやん。強いですね。そうだから俺自身もやっぱ正直ボロン入れたのよ、うん、最初僕もです。いやそうやろ。そうです。そうでゲームの中盤ぐらいでボロンの強さを思い知って心の中であの時はごめんなって思いながら正直プレイするの、みんな日本人そうだよ、ね、僕も全く同じです。やっぱそうやんな、うんうん、強っと思ってるボロンねえ、ボロンめっちゃ強いからね。で他のデータもあるんでしょ。はい、続いてはですね、はい、どんアメリカの場合です。これね。恐ろしかな。いや、ショックだよね。2位と3位は一緒ですね。いや、そう。2位と3位一緒なのに、1位メイって、メイってわかります？主人公マルト君の妹の若干4歳の最年少の女の子ですよ。恐ろしか。でもね、人の心持ってれば、ね、4歳児をソウルキャノンにぶち込むことって普通できないじゃん。けどね、これね、実はアメリカ人に聞いたのよ。うんうん、何考えてお前らその、うん、お前ら聞いたらあかんけど、そんなことできるんだって聞いたら、結局やっぱりこれね、戦争感がやっぱ日本人と違うのね。で、やっぱアメリカの方々ってやっぱ戦争に対する、まあ、イメージというかね、こう捉え方の違いで、戦場では、言うと女子供から死ぬんだと。で、ボロンみたいなデブは、なんだろう、デブじゃなくて、でかいやつイコール強いやつなのよ。要するに体重イコール破壊力みたいなね。そういう印象がやっぱあって、で、結局その、全滅するよりも、やっぱ、マシだっていう考え方でいくと、戦えないやつから戦場に置いていくっていう考え方らしいの。
怖っと思って絶対戦争したら負けるわと思ってたよけどやっぱね不思議とメガネは同じ理由でやっぱ選ばれるらしい戦場でやっぱガキ弁は役に立たんけどやっぱマルトは責任者だからっていうやっぱ理由らしい。いやけどね、メイが1位ってやっぱ恐ろしいよね。メイちゃんまず選択肢に入らないですけどね。入らないよな、俺らからするとな。やっぱ価値観が違うんですね。違うよね。けどこれはね、あ、同じ1本のゲームで全然違うなんか結果出たなっていうのはね、ちょっと面白いなと思ったね。意外ですね、うん。はい、そんな感じで。はいはい。はい、ソウルキャノンに選ばれたキャラクターでした。はい。はい、そして次のお題がこちらです。ファンアートが一番描かれたキャラクターは何ですか？あー、なるほど。ファンアートです。はいはい。あれですよね。あの、お客様が言うとイラストを描かれて、はい。まあ、それを SNS に上げたとかっていう、まあ、いわゆる、そうですね、そういう好きで描いてくれたイラストのことですよね。そうです、そうです。はい。おー、これあれでしょ？要するに、あの、ヨアンでしょ？あー、バレました。はい。あの、戦場の風化チームにクリエイティブディレクターでフランス人のヨアン・ゲリトっていう、あの、ヨアンっていうのがいるんですけども、まあ、彼がやっぱこう、あいつはあれだよね、あれ日本だけじゃなくて世界中のフーガのそのファンアートをいろんな言語で検索して見つけては右クリック保存して自分のハードディスクに1000枚以上あいつ保存してんだよね。そうです。それを、あ、これうちの社内の話なんで多分いいと思うんだけども、それ全部保存してますね、はい、なんかね、あのお客様からするとそうやってねファンアート書いても作ってるね開発者の人は見てくれてるのかなみたいなね、100% 見てます。はい。なんならもう開発者が一生懸命右クリックを保存、右クリックを保存みたいな感じでね、繰り返しやって、で、それをうちの社内の、まあ、うち今チャットツール、あの社内ツール、はい、チームズなんですけど、そのチームズで毎週金曜日になんかこう、あ、そうですね。ね、スタッフに公開して、あ、これこれこれ、さすがにちょっとデリケートな感じなんで、ちょっとふわっとしてるのね、画面ね。はい。あ、これ世界中のやつを 100% 保存してるんで、中にはね、何でしょう、こう個人の性的思考みたいなのがこう出てるものがあるんで、ちょっとあのオブラートにちょっと包ませていただいてるんですけど、絵的に。あのこれをうちの社内に全部共有してるんですよね。はい、私も見てます。なんか毎週金曜日にそれぞれテーマ決めて、うん、なんかずらっとこう並べて投稿してくれるんですね。なんかそうですね、これ見てるのうちの300人のサイバーコネクト2スタッフだけですよね。そうですね。他は外から見れないんで、うん、だから中だけでやってるんですけど、そうです。これだから何となくわかりますよね。左側が多分これ G で。右側がワッパですよね、これね。明らかにワッパです。絶対そうやね。はい。そして、左なんだこれ。これは、ベルマン軍かな。あー、ちょっとブルットっぽいのもいるし、ね、右下と。はい、あの、敵の兵器っぽいのも見えるからね。はい、右は何だろう、これ。これはコスチュームですね。あ、DLC か。そうですね。あ、水着とかが含まれてるのかな。そうですね。コスチューム版の。はいはい、イラストですね。ああ、そうそう。要はこういった形でこうテーマ別にね、うちの社内で共有してる。あ、要はこれを集計したってことね。そうです。この中で、はい、ちょっとキャラクターどんな感じかな、はいはい。世界中でヨアンが集めたそのイラストで一番多かったキャラが誰かってことですね。そう、1位から3位まで出しました。ああ、なるほど、はい。はい、じゃあ見せてくださいよ。はい。では、ダン。あ、3位。あ、3位メイ。え ?3 位、メイちゃんです。アメリカで一番ソウルキャノンに見てくれてるのにイラストは結構メイちゃん描かれるんだ。メイちゃん可愛らしいんでこうやっぱみんな描いちゃいますね。おお、まあけどあそこはやっぱ素直に可愛いキャラクターがやっぱ描かれるんだね。そうですね、マルトと一緒とか。なるほどなるほど。そういうのもカウントか。そう、ね、なるほど、はいはい。そして2位は2位がこちら、やっぱジンか、かっこいい、セクシー。これちょっとね、開発からしてもさ、やっぱキャラクターの人気ってまあ物語のポジションだったりね、まあ、あと性格とかデザインとかももちろんあるし、あるけど、結局ゲームの中のそう強さというかさ、その辺もやっぱ魅力の一つっていうのがやっぱゲームの中良さだと思うんだけども、これちょっとジンは意外だったよね。そうですね。ね、うん、発表した直後から結構ジンって、ね、あの上半身裸で腰パンっていうさ、この記号が、まあもちろんね、あのキャラクター的にもかっこいいけど、やっぱイラストいっぱい描かれるんだね、ジンはね。ちょっとツンデレ。そうですね。ああ、まあ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 。結構情に熱いとこあるじゃないですか。ああ、もちろん。めっちゃ、うん、かっこいいやつだからね。うん。うん、あ、やっぱ、うん、素直に、うん、2位に入るんだね。なるほど。じゃあ1位は？そして1位が、ドドン！マルトくんです。ここは、
何の面白みもないって言ったらあれだけど、普通にそうなの、ボロンじゃないんだ。ボロンは4位でした。4位なんだ。じゃあやっぱみんな主人公格はマルトだっていう認識がやっぱあるんだ、うん、こういうのちょっと面白いね。面白いですね。ねえ、うん、もう全部数えたらやっぱそうなるのか。そうですね、なんやかんやでやっぱりマルト、うん、なるほどね。まあちょっとね、これ本当はね、こう世界中で集めた画像とかをね、こう一枚一枚皆さんにお見せしたいところなんですけど、さすがに ね、他のお客様が書かれたものをちょっと勝手にお見せするのもあれかなと、うちの社内でね、個人が楽しむ分にはまだええのかなとは思うんですけども、はい、まあよかったら皆さん検索してください。よろしくお願いします。はい。はい。はい、以上が。はいはい。ファンアートのね、はい、ランキングということで、はい。まあ勝手に集計したランキングですけども、はい。そうですね。ということで、うん、せっかくなんで、ちょっとこのファンアート見て、うん、ちょっと思いつきました。今？こちらです。人気投票を実施したいと思います。あれ？イラストとか関係なく、そうですね。この単純にってことね。そうです。はい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 。どうやってやるの？ちょっとまだあんまちゃんと決められてないんですけど、うん、ツイッターの投票機能を使って、はい。はい、天井のフーガのアカウントで実施しようとしてます。うん、はい。でちゃんと参加プレゼントも用意してます。はい、この画像で入ってる。なるほど、それさっき書いたのか。はいはい、じゃあ出しましょう。はい、こちらですね。画面変えれますか。はい、これ、言ってしまうとですね、先日我々フランスに、行ってきたんですけども、これ何しに行ったかというと、ジャパンエキスポっていうねイベントがありまして、はい、そこで戦場の風化のプロモーションと、まあそれ以外の目的もあって行ったんですけども、現地行ってサイン会やったんですよね。で、まあ言うとフランスのファンの方々に向けてこういったサインシートにサインしてプレゼントさせていただいたんですけども、はい、これを実はちょっとお土産として持ってきました。はい、なのでこれに、私のサインと、まあ横にいるあの制作プロデューサー、村上さんのサインを入れて、そして、これをプレゼントすると、うん、はい、はい、これ何名様にプレゼントする感じですか。これが、はい、15名ぐらいは。そんないけんの。いけそうです。おお、なるほど、はい、日本だけ一応海外の方も。おお、素晴らしい、はい、じゃあ告知するときに、まあちょっとその辺まあ案内しますと、はい、後日っていうのはいつなんですか。ちょっとそれはこの場では控えさせていただきます。まあじゃあ来週かそれぐらいか、まあ頑張ろう。はい、わかりました。近日中に、はい、告知しますので、で多分日本語とか英語とかでも告知すると思いますので、ぜひ皆さん、はい、ご応募、いただければと思います。はい、はい、ということで人気投票、はい、あ、そうですね、スライドに戻しましょうか。はい、はい、ちょっと改めてですけど、はい、じゃあまあ公式ツイッターのアカウントの方をちょっと、チェックしてくださいということで、はい、はい、はい、ということで、はい、ぶっちゃけトークここまでになります。あ、はいはい。はい。そしてここから、はい、じゃじゃん。はい、今日ね、いろんなことを発表させていただきました。戦場の風化2の、はい、はい、最新情報。待ってました。はい。はい。じゃん。はい、かっこいいですね。はい、メインビジュアルね。はい、今回戦場風化2のねメインビジュアルタトタケさん、はい、はい、そうです。イラストレーターにお願いしてです、ね、めちゃめちゃかっこいいですよ ね、 いいですね。このメインビジュアルタトタケさん、ありがとうございます。はい、はい、はい、このメインビジュアルとあとティザー PV を、はい、今日お昼日本時間のね12時ぐらいに公開して、はい、早速話題になってますけども、はい、あ、見るのね今から。そうです。あ、わかりました。はい、じゃあ改めて見てない方もいるかもしれないんで、はい、はい、じゃあどうぞ。僕たちの戦いにはまだ続きがあった。タラニス暴走、車内に取り込まれた仲間を助けるためタラスクスによる後を追う子供たち、激突する2体の古代兵器、少年たちは再び戦火へ。待ち受ける過酷な運命と世界の裏側に隠された真実、耐えることができない痛みと愛する者の死が少年を復讐者に帰る。僕は絶対に許さない。どこまでも追い詰めて必ず見つけ出してお前を殺す。
いやーこれね、暑いですね。いやー本当もうね。いやようやく出せました。いやーちょっとねもうあの問答多くは語らないですよ。まだまだ今日発表したばっかりですからね。はい、はいね、まあけど早速ね。って多分ねあの皆様あのリアクションをいただいてますけども、はい、ありがとうございます。なかなかねちょっとこう不穏なあの、感じになってますけども、まあけど言いましたよね、戦場風がプロモーションやってる時にもね、こう復習三部作だと、うん、はい、でもちろんね他プロジェクトも進行中です。進行中なんですけども、実はね戦場風が単体でも三部作だったっていうね、はい、ということで2の発表と、なりました。はい、はい、ちょっとじゃあ戦場の風雅について二人に語っていただきたいと思います。はい、じゃじゃん、うん、こちらあれから1年ということで、はい、これどういうことですか。これはい、あの舞台設定は、戦場の風雅1からちょうど、1年ですよね。はい、はい、なんであのまあ映像を見てもらったら分かると思うんですけども、あの主人公たち登場人物ですね、はい、みんなのコスチューム変わってますよね。変わってますね。はいはい、はい、なんでこれがまあ1年の変化だと思ってもらえればいいかなと思います、うん、でちょっとストーリーの詳細に関しては今の段階ではまだちょっとお話はしません、はい、次行きましょう、じゃあ次は、はい、前作から進化したポイントを3つ挙げました。はい、じゃじゃん、1個目、より戦術的にパワーアップしたバトルシステム、はい、あの戦術風が RPG ですからね。そうですね、やっぱRPG はバトルこだわんないとね。そうです、はい、なんであのだいぶパワーアップさせてますよね。そうですね、バトルはより戦略性がアップして、うん、まあ、選択もたくさんシールで、まあちょっとねまだ詳細はまた後日言いますけど、うん、新しいシステムとかもいろいろ入ってますからね。入ってますね、はい、なんで多分また新鮮な気持ちで遊んでもらえるんじゃないかなと。であと何よりやっぱこう戦略性や快適さに今回ちょっとだいぶ主眼を置いて調整してるよね。そうですね、うん、あの前作いただいたその不満点とかは、はいはい、目を通させていただきまして、うん、なるべく快適に遊べるように全て対応しております。はい、はい、そしてはい2つ目、よりスリリングに選択させるルート進行、うん、はい、まあ、戦場の風雅ってね、選択の RPG っていうテーマをこう掲げていて、まあ言うとソウルキャノンによる命の選択とか、まあ、ルートの選択とかね、まあ、いろいろこう選択ってい う, こうキーワードがやっぱ必ずあるんですけど、実はあのここの選択もだいぶ今回パワーアップしていて、これもただのパワーアップじゃなくて、その舞台設定がねこうあれから1年って言ってますけども、うん、前作ではベルマン軍っていう、うん、飛行船に乗って彼らは進軍してきたんですけども、やっぱこれ敵国の技術なんですけど、戦争終わったんですね1年前に、うん、なのであの飛行船の技術が今彼らが住むこの国に浸透していて、だから今度その飛行船の能力を使ってゲームの攻略が今度可能になっているっていうね。そしてね、1の時には皆さん覚えてるからあれですけど、戦争中だったんで物々交換しかできなかったけど、貨幣通貨が復活してるんですよね。してますね。だからお金のやり取りが今回入ってますんで、まあこういうね、だからシステムとちゃんと世界観とかこう設定とかがちゃんと絡んでるのがちょっと戦場風雅らしいなと思いますね。まあ、細々とこの辺もパワーアップしてますんで、うん、また、この辺の詳細も後日、けどこういうコンセプトで作ってますっていうことをちょっとお知らせしておきます。はい。そして最後じゃあ3つ目。はい。選択の数々が新たな物語を生むイベントシステムって何ですか？ぶっちゃけこれ新システムですよね。新システムですね。ですね、はい。はい。だからさっき言った、いわゆる選択をテーマにって言ってる部分の、うん、一番今回大きい部分じゃないですか。そうですね。そのいろんな選択をすることによって、うん、その選んだものによって物語の内容がちょっとずつ変化していったりとか、まあ、イベントが追加されたりとか、うん、まあ、細かいところがいろいろ変わっていくというシステムを今回追加しております。はい、はい、なんで本当ごめんなさい、詳細はまた本当後日なんですけど、うん、まあ、平たく言うと多分たくさんの人が遊んでもみんな全く同じプレイにはなりませんよっていうことだと思ってください、うん、人によってお前あれどっち選んだとか、何を覚えたとかっていうのが実は、2では、変わっていきますよっていうことをちょっと、お知らせしておきます。はい、楽しみですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、うん、戦場の風雅2のスチームページも今日オープンしました。はい、はい、
ぜひ皆さんウィッシュリストに登録をお願いします。はい、前回はちょっとバタバタとね、うん、発売した感は否めなかったんですけど、まあできてから発表しようっつって発表してすぐ売ったから、まあ、けど今回はあれですよね、この段階でまずスチームからですけど、はい、ウィッシュリストも公開してますんで、ゲームの最新情報をちょっとずつ公開していくんですよね。そうです、そうです。スチームのページでも、はい、はい、なのでぜひね、もしスチームで、今回も遊ぶよっていう方はよかったらちょっと、ウィッシュリスト登録しておいてもらえると、ね、いいかなと思います。はい、はい、あとはですね、はい、気になる、みんな気になるこちら、今の開発状況は、ね、どうなってるんですか。はいはいはい、開発現場をチラ見せって言ってますね。まずそのチラ見せをしましょうか。チラ見せ、はい、お、動画ですね。完全に福岡本社ですね、これ。戦場の風がチームですよ、これ。これ村上さんの席でしょ、右側が。はい、はい、これ私が撮影してきました、ね。ああ、やっぱそうなんで、ね、はい。はいはい。グッズ。ああ、いろんなね、グッズを、ああ、こうやって、まあ、チームで、ね、大体ナルトチームも、鬼滅チームも、こうやって、結構ね、壁にね、いろいろ語ってるんですよね、戦場風がチーム。ああ、彼がヨアンですよ。ヨアンさん。お、画面に。ちゃんと。映ってる。はい。実は今のゲーム開発って、全部こうやって PC ベースって言って、パソコンベースで開発をするんですよね。で、それから最終的に各プラットフォームに、アウトプットしていくっていう形で、こうヨアンはなんか喋ってる。これ今ヨアンバトル調整してますっていうのを喋ってます。なるほどなるほど。けど実機でこれぶっちゃけタラスクスゲーム画面もう操作してますよね。はい、これ初公開ですね。ああだね、はい、うん。これ実機で動いている、戦場の風が2の、実際の、画面です。すごい。はい。くるくるくる。この回転ちゃんと火花とか入れないとダメだからね、分かってると思うけど。はい。業務連絡。まあまだまだね。今その開発の状況的には村上さん的にはこう、まあパーセンテージで言うと何パーぐらいっていうのはなんかあるの？だいたい60%ぐらいですね。大きいね。まあけども違う、あれじゃアルファに向けてやってる感じだよね今ね。アルファもう今月がアルファ終わりですね。あ、まさに。でもうゲームの要素は全部入れ終わってる段階ですかね。そうそう。はい。多分ねちょっと一般の方はいまいちピンとこないかもしれないですけど、ゲームってざっくり言うと。アルファ、ベータ、マスターみたいな言い方をするんですよ。で、アルファっていうのが、大体、すべての材料とシステムが、全部入りましたっていう。その代わり、すべてのデータが本ちゃんじゃなくて、仮データとかもちょっと入ってますよ。けど、全部入っていて、頭からケツまでは一応こう繋がってて遊べます。けど、まだバグもあるし、パラメータの調整もできてませんよ。で、ベータっていうのが、その本ちゃんデータにグラフィックとかも全部差し替わった。もうこれ以上更新しませんよって。で、これが大体 80% ぐらいかな。80% ぐらいですね。ね。で、そこから最後マスターに向けて、バグを取り除いて、快適に遊べる最終的なバランス調整をやってって言って、100% にしていくって感じですよね。120% です。100! おー、はい、まあいいでしょう。まあなんで今ちょうど 60% ぐらいで、開発は順調って言っていいのかな。開発は順調、今順調に進んでます。もうね、はい、ゲーム開発者の順調っていう言葉ほど当てにならないのがないんですけども、大体この後なんか起きるんですけど、けども、ぶっちゃけ発売日って2023年って言ってますけど、こう、どのあたり目標で今動いてるんですか ?2023 年初旬とだけ。結構前の方ですよね。前の方ですね。前の方ですね。はい。はい、なんで、まあ、こればっかはね、完成しないことには発売できないので、まあ、それ次第で出していきますけども、結構前の方で発売日予定してますんで、また、秋口ぐらいですかね。そうですね、はい、最新情報をお届けしていきたいと思いますんで、はい、はい、今日のところは、これぐらいに、させてください。はい、ということで、はい、はい、戦場の風が2、鋭意制作中ということで、はい、今後の続報、お楽しみにお待ちお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まだ情報をちゃんと出していきます。はい、はい、はい、ということで、戦場の風が2の紹介でした。はい、はい、ここからは。お知らせをサクサクいきたいと思います。はい。はい、改めて体験版配信中。はい、さっきも言うた。よろしくお願いします。はい。そして、任天堂スイッチ版 30% オフセール中。うん、待って、これヨーロッパリージョンって書いてあるから、日本人関係ないよね。日本人関係ないです。なんで日本のこの番組でこう。いやー、ちょっと。はい、ヨーロッパの人、今、ちょっとお得で買えますんで、はい、よかったら。ちょっと。イリベに言っときます。はい、もう次行け。はい、エピックゲームズ版 30% オフ。はい、これ全地域ですからね。はい、今日まで、はい。世界中どこでも、はい、30% オフですので、はい、今日までじゃん、これ。今日までです。はい、急げ、ぜひ、買ってください。はい、そしてプレイステーション版、はい。これもアメリカとヨーロッパリージョンって書いてあるから、日本人関係ないよね。いやー、
おかしいな。なんで告知してるの。イルベさんに言っときます。はい。次。はい。はい、本日発売の週刊ファミ通に。ひどいぞお前ら。特集記事が6ページも載ってます。うん、はい、週刊ファミ通さん、今日発売で、この、1周年記念ということで6ページとか掲載していただいてるんですけども、そんな週刊ファミ通さんに対するこの仕打ち。幼稚区、ちょっとカット勝手に使っちゃってるのもあって、あ、隠してるつもりなんですね。あ、そうです、そうです。大事ポイントに全部エロ本的な形で。ちょ。はい、ちょっとまだ福岡が届いてないんで見れてないんですけど、はい、届いてないってどういうこと？だって週刊ファミ通は福岡は木曜日には届かないんですよ。え、福岡ってまだ木曜日来ないの？金曜日ですね。1日遅れなの？そうですね、大体地方あるある。やなぁ、もうちょっと頑張ってほしい。あ、まだ書店流通1日ダメなんだ。そうですね。じゃあちょっと福岡の人間はね、明日ちょっと獅子面で、はい、確認しますんで、はい、見てないんか。じゃあ見てない。あ、そう、はい、はい、けど全国でね、発売されてます、はい、一部の地域を除いて、はい、はい、なのでよかったら皆さん買って読んでみてください。はい。そしてコミカライズの戦場の風が鋼鉄のメロディー2巻が本日から配信開始です。はい、はい、今日発売ですよね。今日です。はい、足立高文先生念筆されてますんで、ぜひ、はい、皆さんね、漫画の風がもまた面白いからね。そうですね、ちょっと違うストーリーと、はい、はいはいはい、そういうことです。電子書籍でぜひ皆さん見てください。はい、はい、こちらは発売中でオリジナルサウンドトラック CD とダウンロード版で、うん、はい、発売中なのでぜひ皆さんチェックお願いします。はい、はい、そしてこれも今日からです。あ、そうだ、うん、はい、戦場の風雅の完全設定資料集発売決定です。はい、はい、発売決定です。もうね、ゲーム発売して1年経ちましたからね。はい、これ紙の本、はい、ですよね。紙の本です。はい、まあサイバーコネクト2が得意とするもう本当宣伝チームがね、これを完全設定資料集の資料を集めた後にはもう草も残ってないっていうね。本当ですよ。全部かき集めて網羅してる設定資料集ですよね。はい。はい。こんな感じで。見えないね。うん。とりあえず盛りだくさんの。あ、まあまあまあ盛りだくさんってことで、まあまあ全部載せてるからね。そうです。はい、そしてこちら特装版も準備しました。はい。はい。ですね、プニオッシュパンですね。パンの、はいはいはい、作中に出てくるパンですね。そうですね。はい、実物大ぬいぐるみポーチ作りました。うん、特装版にそれが同梱されると。はい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 。で、あと戦場の風雅の結城先生のメインビジュアルなアクリルスタンドと、はい、4コマ漫画の漫画動画でもやってる、はい、G 戦場の風雅の単行本おと、うん、単行本に書き下ろしされたイラストのアクリルキーホルダーと、はい、それらのグッズを全部詰め込んだオリジナルボックスなどでお届けします。なるほど。はい、ちょっと現物ちょろっとだけ見せましょうかね。じゃじゃん。ああ、かかぎの人形見せてますね。はい、これ本物。結構大きいね。そうですね。実物大、うん、結構。美味しそうだね。こんがり。あ、ほら開きました。ああ、そこがポーチになってるのね。そうですね。結構なんかでかいね、思ったよか。あ、そう、裏ね。はい。はい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 。そうですそうです。ああ、こんがり美味しそう。お腹空きますね。いや、本当お腹空くね、これで見てるとね。はい、結構のボリュームがなんか、はい、すごい。これ単品販売はしないんですよね。してません。はい、わかりました。はい、じゃあぜひね、欲しい人は特装版を、はい、はい、じゃあメインビジュアルだけ見せましょうか。ああ、アクリル、そうですね、はい、じゃじゃん。ああ、結城伸輝先生の、はい、英語サイズで、いいねいいね、うん、はい、どこでも好きなとこに飾れます。はい、はい、いいですね。こんな感じで、はいはい、今日からですね、うん、サイバーコネクト2のオンラインショップで予約受付開始してるので、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ次でスライド出せますか。はい、はい、こちらはですね、 A3 さんから発売されて、今日からされてるやつなんですけど、はいはい、グラフアートっていう A3 さんの落書きテイスト、あの可愛い感じのやつだね、はい、イラストですね、はい、あのキャラクターで作られたグッズになります。はいはいはい、はい、これも出すか。あ、現物、そうですね、はいはい、缶バッジ、現物あるのも、あ、そうか、あ、そうですね、はい、サンプルいただいて、あ、サンプルね、結構大きめの缶バッジですね、はい、あとアクリル、あ、結構大きいね、うん、そうですね、65ミリぐらい、うん、あ、かわいい、うん、そうなんですよ、はい、
で、アクリルのプチスタンド。ほいほいほい。ちょっとミニサイズとか。あと、レザー付箋ブックっていうですね。ほいほいほい。なんかレザー調の生地でなっていて、パカッて開けると付箋が入ってて、あー、なるほどなるほど。なんか持ち運びしやすい。はい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 、はい。っていう、なんか珍しいグッズ。そうです。キャラクターごとで3種類。はいとかですね。はい、あとコモ、ね、コモケース、ね、そう可愛らしいんですよ、イラストが。そうですね。コモのケース、あー、コモのケースね。はい。何でも入れられます。あ、まあそれはね、ケースだからね。はい、はい、こんな感じで、はい。これはもう発売は？今日から、ね。今日から。はい。はい、してます。で、うちのオンラインショップでも扱ってるので、はい、海外の方も買えます。あ、そうだね。海外ファーストうちやってますからね。はい。はい。はい、ということで、あとは、はい、さっきお知らせした人気投票、はい、こちらは後日お知らせしますので、よろしくお願いします、はい。はい。あまりお待たせしないようにね。はい。はい。はい、ということで、お知らせ以上です。うん、はい。はい。いやー、なかなか後半駆け足でしたね。はい。はい、ということで、うん、じゃあ、そろそろもうお時間になってきたので、あ、まあ、そうかそうか、はい、はい、じゃあ最後に、はい、社長と村上さんから一言ずついただきたいと思います、はい、じゃあ私から、はい、じゃあ、はい、はい、戦場の風が2はですね、開発チーム一同本当にいいものにしようと、頑張っておりますので、ぜひですね、また秋には、続報出せると思いますので、うん、楽しみにお待ちいただければと思います、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私からですけども、戦場の風が、まあ、サイバーコネクト2がね、もともと26年前に始めたテイルコンチェルト、そして10年前にあったソラトロボ、そして10年経って戦場の風がっていうね、もう本当にね、このシリーズ、10年スパンにやっぱなってしまってはいるんですけども、やっぱ始まりからやっぱ今に至るまで一回もやっぱ諦めないやっぱ世界なんですよ、我々にとっての。なので、これからもね、戦場の風が、しっかり、1、2含めて、世界中のお客様に届けていきたいと思ってますし、絶対に諦めない作り方を我々してますので、きっとまた皆さんに喜んでもらえる楽しいお知らせも、あるかと思いますので、ぜひ、サイバーコネクト2のね、はい、まあ、いろんな公式、アカウントなんかも、ウェブサイトなんかも、はい、チェックいただければと思います。引き続き戦場の風がよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。はい、はい、またですね、うん、こういった配信をやっていきたいと思います、ね、はい、はいはい、うん、なのでまた皆さん続報をお待ち、楽しみに待っていただいたらと思います。はい、はい、ということで、配信特番終了したいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで終わるのね。はい、バイバイ。はい。